テーブルで鉄板って珍しいですよね。ですか？大体あの出来上がったやつがなんかこうなんかまあなんかあるんですけど、そのすぐ焼ここで焼けるってのがあもう昔からずっとこのスタイルなんで。はい。はい、すいません。はい。いやでもね、めっちゃかっこいいんですよ、この髪型が。半分だけちょっと伸びてて、半分はもう刈り上げてるっていう感じ。いやもう YouTube の課題ですね。YouTube の。でもめちゃくちゃね、あの上手なんですよ。喋、りも。もうただ食ってるだけのみたいな感じ。とか、作ってるのを映したりとか、こう会話してるのを映したりとか、この外の風景。あとで、まあ、あの、会計の時になんか、こういう感じなんです、みたいな、なんか、名刺じゃないけど、こういう感じで YouTube やってるんです、みたいな感じで。え、コースですね。そうです、そうです。あの、すぐ向こうの、あれですよね。あ、こっちですね。これはなんか言い伝えみたいなのあるんですか？いや、言い伝えっていうわけでもなくて。なんだ、わからない。おたふく。うん。おたやん。それはもうあれなんですか？もう昔からずっともうこのカラス天狗さん。カラス天狗。まあ、ちょうど町おこしのためにそのな長島のキャラクターを作ろうみたいな、そう、そういうのもあって、目の前で焼いてくれるのってやっぱいいですね。仕上げの時これあれなんですね、
ソースかけて、すごい豪快ですね。大体あのお客さんの目の前でやるときにあの最後の仕上げ結構上手いくんで、こうしてた方がいいかも。味付けはあの普通の焼きそばとほぼ一緒で、この最後にあの出汁、はいはいはい、だしにちょっとあのイカ天、それちょっと味がまとまるという、新しい感じですね。でもまあ食べてもこっちで真っ黒にはなんないので、中に練り込まれてる。そう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 、うん、こちらのお店にお邪魔したわけですけど、おたやんということでね、なんでこんな感じの名前なんだと思ったら、おたふくのあの仮面ですねから来たということで、ここがね創業60年ぐらいになるんですけど、その前にもあのなんか商店があったそうで、それをそっからの建物なのでかなり古いということですね。お好み焼きはね本当に昔ながらで、縦ソースを使っているということで、もう癖もなくちょうどいい、サイズ感でした。でね、この名物のこの黒焼きそばも、だしとこのソース、お好み焼きのソースを、混ぜたような感じ、混ぜてるので、なんかまたこれも変わった感じで良かったです。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。